ナビン・ラングーラムは、モーリシャス共和国の政治家、労働党所属議員、モーリシャス第二代、第五代首相。父は、英連邦王国としてのモーリシャスの独立に貢献し、労働党党首として、初代首相にもなったシウがるラングーラム。ナビンは、アイルランド首都のダブリンで医師として、修行に努め、1977年に、医師免許を得た。 また、政治家としてのキャリアを積むため、修士の学位をロンドンスクール・オブ・エコノミクスにて取得した。1991年に、ナビン・ラングーラムは、労働党の党首となり、1995年の国民議会選挙で、与党モーリシャス社会主義運動を破り、共和制以降後の第二大首相に就任した。2000年の国民議会選挙では MSM に敗北、下アしたが、 2005年選挙では社会主義連盟を結成して、雪辱第五大首相に就任した。2010年の国民議会選挙では、積年のライバルである MSM などと未来同盟を結成、勝利して首相の地位を守った。ラングーラムの政策は、モーリシャス国民への無料交通の導入、高齢者に対する温厚政策などを行うために、モーリシャスの税制を厳罰化するなど、 それまでにない改革が行われている。実権を握るラングラームと名誉職である大統領のアヌルード・ジュグノートとの対立が激化し、ジュグノートは2012年3月31日で辞任するに至った。ありがとうございます。